パース協定は、共通の王室をいただく A 連邦王国16、過国間で締結された協定。従来の多い継承順位では、同じ指定において男子は、姉よりも高順位であったことを改め、性別に関わらず調子優先の継承を定めた。また、配偶者が、カトリック信徒であれば、多い継承結核とする従来の規定を廃止し、結婚に際して、 君主の承認を必要とする王族の範囲を大継承順位6位までに縮小した。2011年10月にオーストラリアのパースで開かれたイギリス連邦各国政府の核年首脳会議にて英連邦王国の首相らによって締結された後、イギリスのほかオーストラリア、バルバドス、カナダ、ニュージーランド、セントクリストファー・ネビス。 セント・ビンセント・グレナディーンの国内法で法制化された。このうち、オーストラリアでは、連邦法だけでなく各州の法改正も行われた。一方、アンティングア・アバーブルダ、バハマ、ベリーズ、グレナダ、ジャマイカ、パプアニューギニア、セント・ルシア、ソロモン諸島、スバルは、自国の国内法を改正せずとも、協定執行に支障がないと宣言した。 これらの作業は2015年3月26日までに完了し、同日に新たな王室のルールが発行した。ありがとうございます。